はい、お疲れ様です。よしお PC です。今日はエイブルトンプッシュ2を使って簡単なループを組んでいきます。ドラムラック中心になります。よろしくお願いします。ドラムラックはね、エイブルトンにはたくさんあるんですけど。とりあえず選ぶのはここの左枠のサウンドドラムインストゥルメント。この中から選べます。とりあえずこいつを使うんでドラッグ&ドラップします。はい、ドラムラック読み込まれました。うん、じゃあまずいきます。打ち込みます。うん、じゃあレックします。セッションビューで見ると今ここが打ち込んだドラムになってます。で、これをじゃあちょっと分かりやすくコピーします。ディプリケートをしながらパッドを触ってコピーしたい場所を押すと縦でドラムラックトラックの中にクリップがコピーできます。じゃあこのコピーした方にだけこの音を追加します。これとこれちょっと分かりやすく、この下はドラムを抜いたものを入れてみるので3つになりました。このドラム、四つ打ちのドラムを抜きたいときに、まあ、こうやって。パッドを消すことによって、ドラムを抜くことができます。うん。これで、三つ目。じゃあまたコピーをして、これで4つ目。例えばこれをみたいなのをパッドで打ち込むんじゃなくてリアルタイムに録音することも結構場合によっては使えます。あんまりこうルールなくどんどん思いついたままにやっていくのが一番いいかなと僕は思ってます。これでクリップが4つできました。で、アドトラック、まあなんか適当にちょっとベースっぽいものを足していきたいんで、個性のある音じゃなくていいんですよね。
ちょっと低音のうねりを加えるというか。これはどうかな。あ、いいっすね。で、じゃあキーを A マイナー。これが A マイナーのスケールです。これで録音します。いきまーす。この音がね、ちょっと遅れてたんで、これは少し調整します。ここもだ。パッドを押しながらナッジ。ちなみにこれでステップの長さも変えられます。まあこうした感じでね、プッシュでグリグリやりながらノートの位置など長さを変えれます。あとはドラムとベースの音作り、まあ、とりあえずドラムの方に結構まあよく使われるというか名前が上がるドラム専用のエイブルトが用意してるこのエフェクターをかけます。で、じゃあベースの方にも、そうっすね、ちょっとオーディオエフェクトで、コンプさしたいんだけど、まあその前に、EQ8 をさして、まあ、こうちょっとねベースのね輪郭を際立たさせるというか、あとはちょっとベースの音が若干右から、でこれであとはドラムそのものの、ドラムキットそのもののノイズだったりハットだったり、細かいボリュームの調整ができます。
この辺の音色のね加工は本当突き詰めていくと時間を忘れられるというか、一番気持ちいい感じの音色になるように。はい、まあじゃあ今回はこんな感じで動画にしてみました。まあやっぱりプッシュだけでもかなりトラックメイク、特にループとか無機質な感じとかエレクトロテクノっぽいトラックはやっぱりこのかなり使いやすいシーケンサーで、気の向くまま思うままループが作れるのかななんて思っています。もしよかったらまたこんなような動画も作るんで遊びに来てください。今回ご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。